日本舞踊は日本のいわゆる伝統的な踊りの総称である。日本の伝統的なダンスである舞と踊りを合わせたもの。日本舞踊の一例、舞踊王とは、明治の初めに劇作家の坪内逍遥と福地大内が考案した翻訳造語の一つで、本来は英語のダンスの和訳にあたる。造語の種類としては、田畑や恋愛と同じ複合語にあたり、日本語の舞と 用の二次を結合したもの。商用が著、実長、進略劇論でこの語を多用したことから読者を通じて、一般に広まった。やがて、日本伝統の舞踊ダンスの翻訳語である、舞踊と区別する必要性から、日本の舞踊という表現が用いられるようになり、これが定着して、今日に至る。とべ銀作は、日本舞踊について、日本舞踊には、大雑把に言っても、 心、証拠、表現、形、動き、間、位置、流れの八つの目的がある。だが、いくつ目的があり、要素があっても、究極は演者の心を演じるものであると述べている。反面、日本舞踊は演じられる役柄に応じて、動作の細部まで、様式的な型が定められている。日本の伝統的な舞踊は、舞踊りぶりの三要素によって構成される。 それぞれの要素はオーバーラップしており、春別することはできない。埋葬長な歌や音楽に合わせて、すり足や静かな動作で舞台を回るもの心の内面を水平的な動作で表現し、呪術的要素が強い。貴族的で舞台芸能として長い歴史を持つ。踊り警戒の歌や音楽に合わせて、意味を伴う肉体的動作を、律像的に表現する。 新仏教の交流とともに特に鎌倉時代になって発達した。振り歌や音楽に合わせて日常的な動きや仕草を舞踊として表現するもの。演劇的要素が強く、江戸時代に歌舞伎や人形浄瑠璃の発達に伴って派生した。その他比較的新しい舞踊として以下のものがある。日本舞踊には現在200を超える流派が存在する。その中でも特に下流流。 藤間流、若柳流、西川流、坂東流を五大流派と呼んでいる。現在継承されている日本舞踊の流派は多数ある。加盟5年に発行された番付には十四流派が掲載されたが、大正時代に急増。第二次世界大戦後に分派化、僧流が一層進み、日本舞踊協会加入が約120、未加入や新舞踊の流派を加えると、 おびただしい数に上る。以下は、日本舞踊、舞踊の流派の未記載。その他の流派については、日本舞踊の流派一覧を参照。上方舞などの流派については、上方舞、新舞踊を参照。五大流派と呼ばれる流派は、以下の通り、ありがとうございます。